はいどうも、ヘビフロックと申します。今回の動画は評判がいいのか悪いのかよくわからないミルワーム動画を撮影していきたいと思います。3ヶ月前にミルワームに発泡スチロールをあげてみたっていう動画を投稿したんですけど、それが現在どうなっているのかっていうのを報告したいと思います。かなり穴が開いてます。発泡スチロールに穴を開けてその中を巣にしているって感じですかね。大人のミルワームも中に入っちゃってます。いやー、この中にものすごい数のミルワームが詰まってそうですね。いやー、こんなのを見るとこの発泡スチロールを半分にパッキンしたいと思ってしまいますね。じゃあこれを半分に割ってみたいと思います。3、2、1、くらい。中にいっぱい詰まってますね。いやー、やばい。こう見ると中にかなり空洞がありますね。いやー、なかなかグロいなこれは。ただもうこれを見て分かる通り、発泡スチロールをかなり噛みちぎってますよね。おお、発泡スチロールが動く。やばい、この発泡スチロール生きてやがる。それではこれをもう半分にパッキンしていきたいと思います。パッキン。あ、俺たちの巣を壊すんじゃねえって言ってる感じですかね。パッキン。うお、中にかなり詰まってます。というわけで今回はね、大量のミルワームが入った発泡スチロールを半分に割ってみたっていう動画でした。好んで食べているっていうより穴を掘って隠れ家にしているっていう感じですかね。はい、まあそんな感じで今回は終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。